大丈夫です。ふぅやちゅノズルです。ありがとうございます。やってきました。はい、やってきましたね。今日なんかちょっとテンション高くないですか。こんなもんか。あ、こんなもんか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、やってきました。はい、ということでなんか今日何するんですか、はい、聞いてないんですけど、珍しく。はい、聞いてないんですか。聞いてないですよ。え、何ですか、何ですか。聞いてないですよ。教えてくれないじゃないですか。はい、何するんですか。今日やっていくのは、はい、ドズルさんになら姉貴ジョーンズのできてもかです。出たさん、トロは何本なんですかっていう話ですよ。トロはね、はい、多分1000ぐらいでしたよ、はい、この前なんかイチャイチャ動画撮ってました。見ましたよ。1000ぐらいでしょ、はい、なんか、はい、600ぐらいだったんですよ。あ、ですよね、なんですけど、ですよね、はい、なんか次の日ぐらいになんか1300ぐらい、1300。でも結構あれ知ってましたよね、ユニットの特性とか、ね、アネキジョーンズさん、はいはいはい、なんでってことは多分もう今3000ぐらいなわけないでしょ。単純に計算すると、いや絶対いい。いやでも、はい、はいはい、 OK です OK です。じゃあアネキジョーンズデッキですね。3つもあるんですか。3つあるんですか。なんでなんで、2つちょうだいって言ったら3つ送ってくれる。そういうことか、はい、アネキジョーンズデッキ3つ VS ドズニキ、ね、僕本気でいいですか。あ、もう全然もう使っちゃいますよ。 200% 本気で。ありがとうございます。よろしくお願いします。アネキジョーンズ、本当にアネキジョーンズトロが低いってことは、はい、ウルトラレアはねあんま持ってないと思うんですよね、はいはいはい、言うて、はい、課金もガツガツしてるわけじゃないと思うんで、はいはいはい、あとはなんだろうな、はい、ジャイ軸が多い気がするな。はい、お願いします。お願いします。これ題名、題名あるんですか。題名あるっす、ね、題名お化け屋敷です。お化け屋敷、はい、アネキジョーンズデッキに名前つけてる。名前つけがちっす。お化け屋敷、いや確かにお化け屋敷のスケルトンがね、はいはい、名前つけるっておもろいな。ネクロ全然つけてない。全然出ないですよ。もうそれはもう昔のネクロに戻っちゃいました。ただ一回出始めると強いんですよね。なるほどね。なるほどちゃんです。なるほどちゃんです。はいはいはい、ここはやべ、守りつつ、おっと甘い。あれ甘い。いや、これはさあ、おっと、これは甘い。まあ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 。いや、とはいえ結構いいプレッシャーが。よし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 。あ、リードしてまった。なるほど。ってでウォールブレイカーちょっと怪しいです。あ、なるほどですね。ウォールブレイカー確か一番最初からいるもんな。アネキジョーンズウォールブレイカー使ってるんですか。まあ、お化け屋敷なんで。お化け屋敷なんで。はい、すごいな。なるほどね。センスの塊。なるほどね。はいはいはい。いやでもね、僕分かっちゃいました。はい。今回来季パイセン多分大型呪文入ってないんですよ。はいはいはい。そのみんな大型呪文抜きがちなんで、このトロ隊の方々は。はいはいはい、だからはいはいはいと。オッケー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 。これはきついんじゃなかろうかと。いやいいですね。きつそうですね。全然きつくない。全然きつくない。はい。一番きつくない。どういうこと？一番きつくない。はい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 、美味しい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 。余裕で勝てそう。はい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 、オッケーオッケー。やっぱね、僕が使ってるこのデッキは、はい、呪文が4コス以上の呪文がないデッキにめっぽう強い。いやいや、めっぽう強いわけです。ないよ、何を言ってんすか。まあこれは受けましょうと。はいはいはい、なるほどね。いい許容でしょ。いい許容しておると思いますよ。さあ、ここはもうちょっと行きたいんですけど、相手の左もちょっと気になるところでございますと。はいはいはい。よいしょ。お、そんな、あ、これ大丈夫か？いいんですか？大丈夫か？行ったかった。やだーと。いや、いい勝負いい勝負。いい勝負いい勝負。ずるくないですか？何がずるいんですか？何がずるいんですか？よいしょ。やばい。あれ普通に勝ってる。いやいやいや。いいっすよ。このデッキハンデで勝てるのはなんか嬉しい。なんか PS で勝った気分になれる。そのむちゃくちゃなハンデでいつも負けるから、こうなんか実力で勝った感が出るからいいっすね。はいはい、ああなるほどですね。なるほどですね。これはもう実力差が出たと言っても過言ではない。ありがとうございます。ああ、なるほどなるほど。
最近ねちょっとかかかってます。あれ一番弱いです。一番弱いやつ。お化け屋敷。お化け屋敷。いや結構ね。いやでも僕これが続くと思ってるんですよね。はいはい、はい。じゃあ続いて。はいはい。僕デッキ変えるのは OK なの？あ、全然。僕デッキ変えるの OK か。どうしようかな。これは強いわ。え？これは強い。2つ目にして？はい。いや、やっぱだんだん上がってくるんで。やっぱその最初デッキを倒したぐらいで。いやー、調子乗っちゃダメだと。デッキにならないでほしいです。確かに確かに。じゃあ分かりました。僕もこれでいきます。あれどこだ？お願いします。よし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 。さあ、2つ目のデッキ。題名、ゴブリンと女の子です。そんな、その広すぎません？ゴブリンと女の子。一気に広くなったな。ゴブリンと。さすがに分かっちゃうかな、デッキ。ゲーミングセンスがない。あ、そういうこと？え、女の子要素はどこ？いや。女の子要素はどこで出してくるのかがまだ不明。わかります。俺も今手札全部女の子ですから。そんなことあるんですか？はいはい、本当だ、本当だ。あ、そういうことか。はい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 。ゴブリンと女の子感出てきたぞ。出てきました。出てきましたが、意外と嫌かもしれない。いや意外と嫌かもしれないですけど、今回マジャチ全然嫌じゃないですか。あ、本当ですか。もうカモっす。カモカモなんてことあります？あんま言いたくないけどカモっす。絶対嘘なんだけどな。絶対嘘だと思うんですよね、僕。あ、出た。はい、もう打ちます、打ちます。打って不意打ちをして、いやー怖くないですね、ちょっとゴブリンさんは。なるほどね。ゴブリンさんちょっと怖くないですね。怖くないと。怖くないですね、今んとこですよ。おっと、あ、そういうことか、そういうことか。最悪。あーもう。いや、とはいえ結構入ってる。いや。オッケー。あ、そういうことか、タワーが。はいはいはいと。怖くないですね。やらかし。でもダメージリードは取られてると。小屋かなんかで来るんで、ネクロ、やっぱネクロみんな好きなんですね、このトロタイは。やっぱまあ、たまたまじゃないですか。でも一つ気づきました、はい、攻撃呪文がないですね。いや、何をおっしゃる。攻撃呪文がないと言いました。何を言ってんすか。攻撃呪文ないんで受けがきつい。マジアチャのこれがきついんですよ。これがきついぞと。全然ですよ。全然か。悪くない。相手が、ロリバーを使わない方がいいのか。そうだ、先生に教わったんだ。はい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 。やりすぎですよ。やりすぎ注意。やりすぎました。あ、最悪。いやー、最悪なんだが、マジで。いやー、美味しいけど、やりすぎてる。痛い。よし。はい、いやー、ちょっとやりすぎてんな、いろいろ。なるほど。これはちょここで同祭の教え、さらにはなんならライトニングも打ちます。なるほど。いや、いい。でここから受けてきて、おお、なるほど。ここ一発は受けます。はい。何の牌ですか。勝ちましたの牌、勝ちましたの牌ですよ、これは。呪文ないですよね、おそらく。これは多分。何を言っちゃうんですか。え、本当に？じゃん。ちょっと待って。さあ、これは外員入って。なんで寄らないんですかって話をしてるんですよ。マジアチャ頑張れ、マジアチャ頑張れよ。お前にかかっちょる。かかっちょない。おっしゃおっしゃ、一撃入った。やめろ。違う。はいはい、数字がちょっと一桁見せました、あるあるっすよね。
いやちょっとねいやマジかめっちゃライティングのダメージかかるいや違う、いやちょっとねあのマルチに慣れすぎちゃったんですね。まあでもあれですよ、調整ですよ、1対1なんで、はい、調整のプロ調整したことないですけどねよし、ラストいきますよ。ラストは、はい、なんといっても、私が使ってるやつです。えそれずるくないですかいや、俺じゃないです。あ、南ジョーンズの、はい、あの私が使ってるやつっていうデッキ。ああ、そういうこと、はい、はいはいはい、はい、やつがテーマがね、やつがあ、びっくりした、びっくりした、やつが使ってるデッキ、はいはい、理解、一番もうバランスが一番仕上がってる、俺がおすすめしてあれだ、なんであの一番いいバランスいいデッキ、いいデッキになってるよと、ええ感じに、ええ感じに、はい、僕予想していいですか、はい、多分ジャイだと思うんですよね、はいはいはい、分かんないですけど軸は甘い、ジャイな気がするけど、大外れ、大外れ、外れも外れそんなことありますジャイな気するけどな、このトロタイでネクロ、やっぱネクロはもうマストなんですね。マストっす。ここで呪文を打ってくるかどうかなんですが、すげえ骨がばらける、なるほど、おお、おいしょ、いやこれちょっとやりすぎた、えやりすぎた感じはありますね、さすがに、いやとはいえっすよ、よいしょ、あー出たプリンスで、ジャイリー足してきますね絶対。プリンスとネクロ入っててジャイデッキ以外見たことない見たことないです、困るな見たことないですね、はいはいはい、よしよしよし、からのなんなら全然いい、ライトニング分もほら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 、はい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 絶対僕今日3デッキのうちどっかでジャイ出てくるって思ってたんで、もうかたくなにペッカ使ってどっかで出てくるって思ったんで、なるほどね、かたくなペッカで今回は挑みました、はいはい、はいはい、で今回も呪文はナッシングと、これはもう勝ち格オブ勝ち格、甘すぎる、デッキで勝ったというのはこのこと、はいはいはいと、なるほどね、これねさすがのライキジョンズパイセンも、はい、じゃもうハンデつけたら僕に勝てないんじゃないかなっていうのが実証されつつある、甘いは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 い、まあ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 、よいしょ、まあ突撃をさせ、まあまあ、よいしょ、いやいい、なるほどね、すごくいい、ノーダメ、追い詰めましたね、ライキジョーンズ追い詰めたりからの、はい、じゃあこっちしっかり合わせていきましょうしっかり、まあまあまあ、まあ、矢の雨ですか、強くなったエビドラいたんすよねさ、プリンス後ろから、なるほど、さあこれはさ完全にこっちのピースをつかめつつ、あれ、いや全然です、全然ですか、全然、あ全然か、あれあれあれ、さあこれはこれはだいぶきつそうだ、だいぶきつそうな、いやこれやりすぎたかな、さすがにやりすぎたかも、いやただ矢の雨しかない、はい矢の雨しかない矢の雨しかない、おい耐えるな、耐えるな、オッケーオッケーオッケー、一発一発、よしよしよし、ライトニングが307だから307、ライトニング307だから、まあ回して終わりか、うーんとどうしようかな、これは、はい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 、禁止する、ライトニング禁止、禁止っすか、じゃあライトニング禁止令がここから謎、やっぱあの、はい、姉のトロタイだっていない、まあ、ライトニング自体がねなかなかいない、なしの環境での戦いということですよね、はい、いやー微妙だった、これはちょっとやりすぎた、ただただやめろ、よっしゃあざます、いやこれはもう誰が見ても誰が見てもどうする大勝利と、いや一番弱かったなこれが一番弱かった、ジャイ出すだけアドになってましたから出すだけペッカにアドられてましたから、一番弱かったな、いやいやいや、まあまあこれはもうちょっと私が強すぎたというのが一番のやっぱ原因じゃないですかね
なんか言いなさい。なんか言ってくださいよ、そこは。不機嫌。不機嫌出る、ここで。はい。はい。というところで。はい、というところで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。姉貴ジョーンズさんがね、またちょっとトロが上がってきたら、またデッキもね、増えるかもしれないんで。アネキジョーンズ負けちゃったよ。いや、アネキジョーンズ先生、ちょっとあの呪文教えてくださいよ、ちゃんと。ああ、そうですね。呪文やっぱ使わないとこうなるよという、確かに、はい、ということでございました。はいはい。でもね、まあ道山の方のチャンネルでもね、あのええ感じのコラボ、ええ感じのコラボが、ね、はい、上がって上がりますので、はい、ぜひそちらも見てもらえればと思います。お願いします。今日は何でもあります。バイバイ。バイバイ。